皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、三脚のレビューでございます。はい、ファルカムさんから発売されている三脚、トゥリールート三脚だったかなっていうやつをご紹介します。これ今ケースに入っている状態ですけども、なんか立派なケースが付属しますね。使いやすそうな感じです。なんでいわゆる軽量タイプの三脚だと思います。トラベル三脚に近いんですが、トラベル三脚にしてはちょっと太めかな、足が。このタイプでですね、もっと軽い三脚っていうのはあるんですけど、その中でも割としっかりめに作られてるトラベル三脚っていう感じですね。でファルカムさんっていうと、前回の動画でケージですね、 Z8 のケージの動画を私アップしましたが、それと同じメーカーで三脚作ってるんですね。でそのケージを使ってたところですね、このファルカムを扱っているイメージビジョンさんから、三脚のレビューもぜひお願いしますということで、今回はいレビューさせていただきます。それでは行ってみましょう。今日はですね、この三脚を成形写真やタイムラプスを撮る目線からですね、見て、レビューしていきたいと思います。もう実際使ってみたんですけど、総じてですね、まあなかなかいいですね。私そんなに手大きい方じゃないですけど、まあ、女性の手だとちょっと太いかもしれませんが、こうやって握り込めるし、あとこれ自体がカーボン三脚ですね。これから説明しますけど、結構ギミックがいろいろあって、使ってる楽しいなというか、よく考えられているなっていう感じですね。でこの三脚、重さがですね 1.5 キロだったかな、 1.5 キロぐらいの三脚ですね。で、高さがですね、このセンターコラムっていうんですけど、この真ん中のセンターポールですね、これを伸ばさないで使って 130センチぐらい、私の胸の高さぐらいまで来るような感じの三脚になっています。まず使い方ですけど、ここをですね、こう伸ばすと、こう回すと、まあ、伸びるんですが、あのね、なんだろう、カツンカツンって2回あるんですよ。1回のカツンで6、この状態だとまだ伸びないです。で2回のカツンで伸びるっていう感じですね。伸縮はとてもスムーズです。はい、まあ、強度なんですけども、こう全部こう伸ばすとちょっとまあ強度には弱いかなみたいなところはあります。ただまあ全部伸ばさなければいいかなっていう感じで、使い方をちゃんとわきまえてれば大げさにブレるとかいうか、そういうことはないと思います。このね、なんか一番下のやつを出さなければ、ここまでは結構な強度があると思いますね。全部足を伸ばした時のここのひねりっていうのは、まあ少し弱くなりますので、足全部伸ばさないで使うっていうのが自分的にはおすすめですかね。でここにですね、石突きゴムがついてるんですが、この石突きがですね、今ゴムついてるんですけど、これ外れます。これ外れるのがですね、結構力入れないと外れなくって、すごい立派なスパイクがついてます。しかもなんかこう、なんだろう、ただ尖ってるだけじゃないですよね。脇にこうギザギザがあってがっちり止まる感じになりますんで、でこのゴム自体も硬いので、このゴムが沈んでブレるっていうこともなさそうです。で岩場とかではこういうスパイクを出してね、使うのがいいと思います。で本当ね、これいっぱいギミックがあって、どっから説明していいかわかんないですけど、この内側にね、ここかな、ここの内側にこう穴があって、これストラップですね、通せるようになっています。ここにもね穴が、あ、ちょっと見えるかな、これ、あ、見えるかな、これここにも穴があって、三脚のストラップですね、ここにも引っ掛けられますね。ここ押すとカチカチ言います。これを押すとこう三脚が開きます。はい、こう押せないよって時はちょっと内側に入れてからこう押していただけると、ここを緩めるとセンターポール、センターコラムっていう言い方をしますけど、センターコラムが収縮できるんです。このセンターコラムね、すごい面白いというか、こう肉抜きすごいしてるんですよ。これ見えるかな、 見えるかな、そうですね、ここに先端にこうフックがついてますね。でこれ外せるんですよ。でこれ外すとね、面白いなと思ったのが、ここマイナスライバーになってますね。これね、マイナスライバーになってて、でこっちが一応六角レンチなんですけど、この六角レンチがね、なんていうかマイナスライバーと一体型になってるんで、浅いんですよね、この六角レンチ。ここはね、六角レンチはなんかおまけだと思いますけど、こっちのマイナスライバーとして使えるっていうのはありと思います。でこれ外した状態で、はい、このセンターコラムが
取り外せます。ここをね、こうなんていうか上に上げるとチャキッと出てきます。でさらにこれを上にこう押し上げるっていうんですかね、こういう感じで、はい、そうすると外れます。でここに穴2つありますから、穴2つあるんでこれをこう引っ掛けて、で下にレバーを下げるとパチンといくと、なんかある程度あの細かくつけなくていい気がしますね。ある程度こう合わせてあげれば、ここが引っ掛かればあとは自動的にこうなんか引っ掛けれるような感じになっています。でこのセンターコラムのここの部分を外すとですね、センターポールが短くできるので、こういうふうに足を低くして、使うことができると、べったりこう、低いアングルで使うことができますし、これ反対にもさせますね。こういうふうに反対もさせます。だからこの下にカメラつけてさらに低いアングルで撮影することもできるということですね。でこのセンターコラムのこの取り外した時ところですねはしっかり穴開いてるんで、ここにこのネジをこう、ネジじゃないや、このフックですね、取り付けるっていうことも問題なくできます。この雲台の部分結構面白くて、こうセンターコラム出しますよね。ここのレバーか、このレバーですね、このレバーをこういうふうにやると、自雲台になります。自雲台でこれで縦構図横構図っていうのもできます。ここにですねフリクション調整のネジがついてるんですよ。これカリカリカリって言うんですけど、一番左にやるとここがゆるゆるなのかな、で一番右に回すとここがちょっと固めになる。あ、動かねえ。あ、ここまでフリクション調整できるんだ、すごいね。でここのクランプを緩めると横の回転をするようになります。はい、回転しますですね。この雲台のところにはこれメモリがついているので、これパノラマ雲台としても使えますね。そしてここにねレバーがあります。これですね、これをパキッとやると、このクイックリリースプレートですね、これが取り外すことができます。でこれは F38 っていう規格の、プレートになります。あのアルカスイス互換でもありますので、この上にアルカスイスのカメラとかを載せることもできます。ちょっと今たまたまこのカメラありましたけど、はい、こういう風に載せることもできます。まあアルカスイスでも止まるし、こういう私これ Z8 っていうカメラにファルカムのケージつけてるんですけど、ファルカムのケージここ F38 っていうそのアルカスイズ互換の規格になってますんで、ちょっとフレームアウトしちゃってるけど問題なく取り付けることができますよと。今気づきましたかね、カチッって言ってはまってるんですよ。ここからがちょっと私がこの三脚で一番すげえって思ったポイントですね。これね、あの今後全部この企画導入してほしいなって私ファルカムさんにお願いしたいんですけど、ここの上見てみるとね、なんか文字書いてあるんですけど、これ F38 プロって書いてあるんですよ。プロ、今までのファルカムさんのプレート私持ってるんです、これなんですよね。普通に F38 とだけ書いてます。でこっちはプロです。はい、ここがねへこむようになってるんですよ。あの通常のアルカスイスってこういう感じじゃないですか。で要はプレートはめたらここではめるんですけど、こうやって閉めて開け閉めするんですけどね、あのこの手のタイプのアルカスイス使った時にあるあるなのが、はまってると思い込んでたら全然はまってなくてカメラ落下させちゃったみたいな経験ある方いらっしゃいませんか。そう、だからこのアルカスイスプレートって脱着が一瞬でできて、すごく便利なんですけど、カメラを固定した時にちゃんと固定してるかを確認しなきゃいけないっていう、そういう恐怖感があったんですよ。もしかしてちゃんとハマってないんじゃないかみたいなねのを必ず考えて使わなきゃいけないって思ったんですけど、こっちはねここがこうふかふかしてるじゃないですか。こっちにねこういう風にプレート引っ掛けて、でこのまま下げるとここがバネになってるからこうやって止まるんですよ。脱着のミスがないと思う、これ。でこのレバーをこう戻すとこれ外せるんで、めちゃめちゃ脱着簡単です。
すごい脱着簡単、本当にガッチリ固まるから。で、私みたいにこのファルカムケージ使ってる人ってこっちとかにも F38 の規格があるんで、こう外したら同じこれで縦構図にできるんですね。カチンって言わなければハマってないわけだから落下するってわかるわけですよね。はい、めっちゃ簡単ですこれ。あの、というかこの規格のこの F38 プロの規格のこのクイックリリースプレートを今後ファルカムさん販売をお願いしたいですね。まあ多分これから出すと思うんですけど、まあ今日三脚のレビューなんですけど、このプレート出したらめちゃめちゃ売れると思うよ。私いっぱい買いたいこれ。で、ファルカムには F38 の他に F22 っていう規格もあるんですよ。この部分ですね、ここについてます。はい、ここ、これだからファルカムらしいですよね。ファルカム三脚らしいというのがこのポイントです。 F22 の、規格のパーツをこう取り付けることができるってことですね。これめっちゃ便利だよね。こういうファルカムらしいですね、アクセサリーポートがついてるんで、この辺もまあポイント高いなと思いますね。ここまで機能盛りだくさんの三脚なわけですけども、まあ1点残念だなっていうか、まあこれしょうがねえよなっていうところが一つあります。この三脚ってここクリッと回して回す、このロックナット式が苦手な人って何ていうか、こうどこまで締めればいいか分かんないとか、三脚によってはどこまでこう緩めれば伸び縮みするのかみたいな分かんない中で、1段階2段階ひねればもう伸びますよと。でこれ以上もういかないっていう、これ以上もう回んないんですよ。これ引っかかるようになってて、うん、まあ180度ぐらい回せば確実に回してたりとか、固定したりすることでできますよってことで、余計に回ることがない分結構初心者の方には使いやすいのかなと思います。成形写真を撮る人にとって、まあというか私にとって大事なのが分解清掃できるかどうかなんですよ。ロックナット式とレバーロック式とあって、三脚ってレバーロック式よりもロックナット式を私愛用してるのはやっぱ分解清掃しやすいからなんですよ。なぜならば成形写真って夜露がつくのでバラバラにして乾かさないといけないんですね。でそのままその夜露がついたまま、そのまま保管使用しているとどんどん劣化してですね、三脚の寿命が、まあ、縮まってしまうということがあります。やっぱり三脚も高いので、いいものを使うとしてももちろん結構な金額ないじゃないですか。だからなるべく長く使いたいっていう中で、この分解清掃って結構大事なんですけど、ただこのファルカムの商品ですね、ちょっとちょっとだけ清掃しづらいですかね。ロックナットがこう途中で止まるっていう機構なので余計に回すことがないっていう便利さはあるんですけど、その反面清掃がしにくいという、まあ、デメリットがあるっていうのは、覚えておいた方がいいですね。だからこの三脚の場合はまあ分解清掃するよりも、まあ、三脚濡れちゃったらこのまま伸ばしたまましまわないで、乾かすっていうのがまあ一番いいのかなと思いますけどね。うん、ちょっと勇気のある方は、こういうの得意な方は、分解清掃して、あんまりだから分解清掃がしやすい機種じゃないっていうことですね。多機能ですよね。多機能で、まあ、トラベル三脚としては少し重い方かもしれませんけど、こういうの好きな人っているでしょう。うん、だからあの使ってみた感想は全然問題なくって、強度もね、一番下の足伸ばしたら少し弱いなって感じる時はありましたけど、めちゃめちゃグラグラとかでは絶対全然ないので、三脚として、単純におすすめできるなとは思いました。はい、ただ分解清掃のとこだけ気をつけてねっていう感じですかね。はい、ということで、こちらのツリールート三脚、はい、ご紹介いたしました。リンク先概要欄に貼ってありますんで、気になる方はぜひおポチりください。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。バイバイ。したっけ。